こんばんは。神谷の本棚へようこそ。管理人の神谷と申します。よろしくお願いします。というわけで本日はですね、最近読んだミステリー小説紹介ということで、ちょうどねなんか直近で読んだ本がミステリーばかりだったので、それをまとめて、紹介したいなというふうに思っております。じゃあ早速一冊目が、こちらですね。早坂やぶさかさんの潮風氏一家殺害事件、あるいは迷宮楼の殺人という作品になります。こちらはですね、タイトルの通り、潮風氏一家殺害事件という事件と、迷宮楼の殺人というですね、2つの事件が、交錯して、物語が進んでいくという作品になっておりまして、あらすじとしては、主人公で探偵である篠宮裕法という、登場人物が迷宮楼という場所に、突然閉じ込められてしまって、その中に共に閉じ込められた、他の6人と共にですね、殺し合いをさせられることになるんですね。ゲームマスターのような、登場人物がいて、その人物から、君たちは殺し合いしてもらいますという、いわゆるデスゲーム的な展開になってですね、最後の人に残らないと、脱出できないというふうに言われて、主人公はですね、なんとか脱出しようといろいろ行動していくんですけれども、他の参加者たちがね困惑しているうちに、1人が殺されて、また1人が殺されてという感じで、実際に、死人が出てしまって、その、謎っていうのを、主人公が解決しながら、脱出を試みるというような作品になっています。で、そこにですね、この潮風氏一家殺害事件という、別の事件がですね関係してきて、最終的に、どういった結末になるのかというのが、見どころの作品になっているんですけれども、ミステリー作品にはですね、2パターンあるかなというふうに思ってまして、いわゆるストーリーを、純粋に楽しませるっていうものと、ストーリー重視というよりも、むしろ事件の構造であったり、謎解きの部分っていうところですね、そういうところにフォーカスして、実際に読んでる人たちが、謎解きを楽しみながら読んでいくっていうような、スタイルの作品と2パターンあるかなと思ってるんですが、この作品に関しては後者の、いわゆる謎解きを楽しませるタイプの作品なのかなというふうに思います。で、だからこそですね、やっぱり物語の、ギミックであったりとか、伏線の、巻き方、あるいは回収の仕方であったりとかですね、最終的な、物語の結末の部分だったりとかっていうところにすごく、こだわりを持って作られている作品になっていて、いわゆるちょっとどんでん返しものとも違うんですけれども、こう読んでいるうちにですね、この道だろうと思ってこう読み進めていくわけなんですが、こう読んでいくと突然こう曲がり角が出てきて、あ、こっちじゃなかったんだと思ってこう曲がっていくわけですね。で、また進んでいくと、またこう曲がり角が出てきて曲がっていくみたいな、まさにこう読み進めていく途中途中でこう方向転換させられて、なんか右往左往しているうちに最終的にこの物語の結末っていうところにたどり着いていくみたいな雰囲気になっていてですね、こうまさにこう迷宮論殺人というタイトルになってますけども、迷宮をですねこう進んでいくうちに物語を楽しんでいるというような読み心地の作品になっているかなと思います。で、懸念点としてはちょっとですね、この潮風氏一家殺害事件という事件の方がですね、割とこう生々しく描かれてしまっておりまして、それが多分良さでもあると思うんですけど、ちょっと苦手な人は結構ダメかもなって描写があったりするので、注意が必要かなと思う部分ではあるんですが、こう最後まで読んでいくと最終的にこの物語の全貌というか、自分が迷い込んだ迷宮の全貌が見えてくる感じがあってですね、すごくスッキリする作品かなと思うので、すごく面白い作品なので、こちら、おすすめの作品でございます。はい。お次2冊目が、こちらですね、月優さんの世界の終わりのためのミステリーという作品になります。こちらはですね、先ほどとは打って変わって、いわゆる終末世界ポストアポカリプスものと日常ミステリーの掛け合わせというちょっと変わった作品になっています。あらすじとしては、人類が滅亡して文明が滅んだ後の世界で、人間の意識をこう人工の肉体に移植したいわゆるヒューマノイドみたいな、存在だけが、残された世界というのが舞台になっています。で、そのわずかに残った、ヒューマノイドがですね、おのおの生活を送っているわけですけれども、その中で起こるこう日常の謎みたいなものがあって、それが解き明かされていくといったような、ちょっと、一風変わったミステリー作品になっています。
こうまあすごくその掛け合わせがユニークで面白いなと思った部分もありましたし、人類が滅亡して文明が滅んだ後こう荒廃した世界とごくわずかなそのヒューマノイドたちっていうのが残されているっていうだけの世界で、でもそこに人が存在している限りはやっぱり謎あるいは秘密みたいなものが存在してしまうという、でそれを解き明かそうとしていくっていうなんか行為も生まれてくるみたいなところがですね、なんかすごく、面白いなというふうに感じて、なんか分かりやすい例えば誰々が殺されてその犯人は誰だみたいなことではないんですけれども、人の根源的な部分にあるその秘密であったりこう謎みたいなものとつながっていくような感覚があってですね、なんかそういう本質的な部分がちょっと垣間見える作品なのかなと思った部分もあって、そういったところが楽しめた作品かなと思います。はい、結構設定もすごく面白くてですね、まあそのヒューマノイドたちはまあいわゆるこう人間に作られて人間のために働くように、設定された存在であるので、まあいわゆるこう安全機構セーフティーみたいなものが、搭載されているんですね。でそれが1、人工的に複製された意識は他人を傷つけてはならない、2、人工的に複製された意識は自らを破壊してはならないという、まあ、いわゆるロボット三原則に近いような形なんですけれども、この、まあ、他人を傷つけられない、そして自らを破壊できないっていうこの2つが結構、重要になってきてですね、まあ、そこによってそのヒューマノイドたちが、ある種ジレンマを抱えていたりだとか、セーフティーが搭載されているのに、それを管理する人間たちがいなくなってしまったことによるこう不和みたいなものが、描かれていてですね、それがこう実際のこうミステリー部分とも絡んできたりみたいなところで SF とミステリーの掛け合わせが、優れている作品なのかなというふうに感じました。こちらもおすすめの作品でございます。はい、お次3冊目がこちらですね、青本幸平さんのバールの正しい使い方という作品になります。こちらですね、まあ、なんとなくこうこの奇抜なタイトルにすごく惹かれて手に取った一冊だったんですけれども、勝手にこのタイトルから結構過激な内容というかなんか挑戦的な、ミステリーなのかなみたいに、思ったりしたんですけど、割と中身は王道っぽいというかジブナイルものの、まあ、スクールミステリーみたいなタイプの作品になっています。あらすじとしては、親の都合で、いろいろ転々とですね転校を繰り返している主人公が、まあ、行く先々で起こる事件みたいなものをこう解き明かしていくっていったような内容になっていて、主人公はですねこう転校を繰り返して、まあ、新しい環境に身を置く機会がすごく多かったがためにですね、新しい環境に馴染むために、まあ、主人公は擬態と呼んでいるんですが、周囲を観察して合わせて、まあ、その世界に馴染むっていう、まあ、能力みたいなものをすごく身につけていて、そんな能力を持つ主人公がですね周囲を観察よく観察しているがために社会からつまはじきにされてしまっているような人間のことをよく見えていたりとか、あるいはこう校内に生じている微妙な不和みたいなもの違和感みたいなものにすぐに気づくことができてですね、そこからこうちょっとずつこう事件に巻き込まれるような形で転校先の事件を解き明かしていくっていうような形になっていて、ある種こう一歩引いた形で見ている主人公っていうところから第三者的な視点で事件が解明されていく形になるのですごく読みやすい仕上がりになっているのかなというふうに感じました。ただまあちょっと気になったのは、正直このタイトルにする必要があったのかなっていうのは、まあ、ちょっと感じた部分で、やっぱり結構まあ、過激でこう目を引くタイトルなので、なんかそこに対して割と物語は結構ストレートでシンプルな内容になっていたりもするのでですね、そこのこう、まあ、ギャップというか、このタイトルのこう通りの作品を期待してしまうとちょっと拍子抜けしてしまう部分もあるのかなと思った部分はあったんですけれども、内容としてはすごくいい作品だったのかなというふうに思います。そしてお次4冊目がこちらですね、逆さま少女のためのピアノソナタ、北山武邦さんの作品になります。こちらはですね5つの独立した短編が1冊にまとまっている短編集になっております。どの作品も世界観だったりとか設定がすごく独特でですね、そのちょっと変わった世界観、設定みたいなところに付随した謎が付与されているといったようなミステリー作品になっています。舞台設定もこうジュブナイル的なものだったりとか世界滅亡に絡むような内容だったりとか、あとはポストアポカリプス的な世界であったりとか、あとはこう宗教的な、観念が
絡んでいる内容だったりとかですね、すごくこう一冊でいろんな要素が入っていて、いろんな味が楽しめるといったような作品になっています。こうあんまりこうどんでん返しっていう言葉を使ってしまうのはちょっとチープになってしまうので、個人的には好きじゃないんですけれども、この作品はどれもこう、まあ、謎があって、それを解明して、でさらにその先にもう一つ本当の真実みたいなものが隠されているっていう感じのスタイルになっているものが多くてですね、最後まで読むと、あ、そういったことだったのかみたいなこう感動があって、すごく引き込まれる内容になっているのかなと思います。まあ、特に好きな作品がですね、千年図書館という作品でして、主人公がちょっと原始的な村で暮らしているんですけれども、まあ、その村ではですね、協調への対策として村人を供物として捧げる儀式みたいなものが、行われているんですね。ただそれが、その儀式がすごく特殊で、村の少し離れたところにある図書館と呼ばれるすごく大きな建物があって、まあ、そこに司書と呼ばれるですね、まあ、供物として捧げられることが決まった村人っていうのを実際に捧げるっていうような儀式が行われているんですね。原始的な世界観なのに、この図書館とか司書みたいなちょっと現代的な観念が入ってくるっていうので、こう読みながらなんだろうって思うわけですけれども、まあ、ちょっとネタバレになってしまうんですが、主人公がその司書に選ばれて実際に図書館に捧げられるんですね。で、実はその建物っていうのが、本当に図書館で、この世界観っていうのが、まあ、遠い昔にこう文明が滅んでしまった後の世界で、まあ、主人公たちはこう原始的な暮らしをしていて、でもその図書館っていう建物だけが残されていて、その図書館は文明がね栄えていた頃に作られたものだったわけですけれども、永久的にその、まあ、自分たちがこう培ってきた、まあ、文明文化、それを含む本っていうものを、保存しようっていうことでその図書館が建てられていて、まあ、それを管理する役目っていうのが、まあ、司書だったわけですね。そういう、概念がなぜかこう時を追ううちに、ね、その村の儀式っていうものと、結びつけられてしまって、その司書を捧げるっていう何かいびつな、儀式っていうものが生まれていたということだったんですね。まあ、もうこの設定だけでもすげえ面白いんですけど、最後まで読むとですね、実はまあその裏側にもう一つ、まあ本当の真実みたいなものが、ね、見えてくるみたいな内容になっていてですね、こちらもすごく設定から何から、個人的に突き刺さった作品でございました。はい。で、まあどれもこう、まあ緻密に計算されたミステリーみたいな形というよりは結構ドラスティックで、そういう展開なんだとか、そういう設定だったのかみたいな、こう驚きがある内容になっていて、まあ、そこにもちろん伏線的なものが盛り込まれていたりとか、しっかりと謎解きの要素もあるんですけれども、ある種挑戦的な作品になっているものが多かったので、そういう作品が楽しめる方にはすごくおすすめできる内容なのかなというふうに思います。はい。そんな感じで、本日はですね、4冊、本を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。割と僕はミステリー好きでちょこちょこ読む方ではあるんですけれども、まあ、読むたびにね、やっぱりこう世の中いろんな作品があるなとか、こういうやり方がまだあったのかみたいなことを、驚かされるばかりですね、本当にあのミステリーの世界っていうのは奥が深いなというふうに、感じている次第でございます。はい。もしね、あのおすすめのミステリーとかがありましたら、ぜひコメントとかで教えていただけると大変嬉しいです。はい。そんな感じで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さよなら。